かなちゃんから連絡が来ました。無事に。危ない。今向かってるそうなので多分あと10分ぐらいで着くのかな。なので迎えに行ってきたいと思います。よし、かなちゃんのサプライズ誕生日ドッキリやるぞ。ドラム TV、 あなたのところにパラリドル。皆さんこんにちは、まどかです。かなです。はい、今日はまどかなが選ぶミスタードーナツベスト5。はい、見て見て、すごいいっぱい買ってきた。わかるかな、めっちゃ早すぎて、ね、いっぱい買ってきたんだよね。なんかやばい、こう好きなやつが固まってきてる感じで。いっぱい、じゃーん、じゃーん、すごい美味しそう、すごい新商品もあるもんね、うん、ではでは発表しますか。よし、発表。じゃあ先にまどかの番です。まどかの選んだミスタードーナツ第5位はこれ、じゃーん、抹茶。調べたけど分かんなかった名前が抹茶のやつ。そう、抹茶のこんな感じの美味しそうなやつ。はい、かなちゃんは5位。私は、うん、食べたことなくて気になったので、うん、どんな味か分からないけど、ネギットドーナツ、新しいやつ。それ前食べたけどめっちゃ美味しかった。そう、パンみたいだった。いただきます。いただきます。うんうん、美味しい。うん、美味しい。うん、珍しい、甘くないね。それそうなんだよね、うん、味噌だけすごい無性に食べたくなる時がある。うん、分かる。何だっけな、決めた。せーの、はい、よいしょ、やばい、よいしょ。エンゼルクリームにしました。これね、冷やすと美味しいんだよ。え、めちゃくちゃ美味しい。そう、なんか最近冷やして食べてる。かなちゃんは何を。私は、うん、定番のあーパラダイス。出た、美味しいよね。でもこれ絶対買っちゃうんだよね。口の中のさ、水分奪われるけど美味しいよね。しかもめっちゃお腹いっぱいになれるし。あ、めちゃくちゃ美味しい。うん、なんか甘いの好きなんだけど、うん、甘すぎるやつダメなんだよね。オッケー。じゃあまどかなの第3位、マドカナが選ぶミスタードーナツ第3位は、せーの、ホイクレーム。あー、ごめんね。これフランクフルト。これ絶対美味しいよ。もっちりカロリー嬉しいって書いてる。カロリー嬉しいやつ。あ、書いてある、なんか後ろにスティック。そうフルーツスティックなんだって。え、そう、ハニーシナモンプレーンがあって、144カロリー。へー、健康が気になる人にも一緒にドーナツ楽しんでほしいから、うん、美味しさとカロリーにこだわったこんな商品できました、だって。へー、なんか今までと食感が全然違う。なんか、うん、スポンジケーキとパンの間って感じ。うん、なんか不思議な味。へー、そんな味、フルーツ味。あ、それパリパリなんだね。そう、感じた、冷たく、美味しい。これ美味しいな。いつもさ、うん、ドーナツに見えてきて、そうだよね、あんまりさ貢献しないよね。そう、なんかいつもさ、なんかさ、もう美味しいやつ決まった、なんかつい買っちゃうの決まってるから、うん、なんか新しいの選びづらくて。じゃあ、食べてみて、美味しいから。いいの。本当に美味しいこれ。わ、ありがとう。いい音。あ、めっちゃパリパリ。うん、なんか美味しい。美味しいよね。うん、なんか買ってる人も、菅田将暉さんって言ってます。今日はこの菅田くんと3人でお送りします。お送りします。美味しい。うん、これがあるんだもんね。うん、これかなちゃんがこれ水戸の斜め前に斜め前にあったの。すごいライバルだね。ハワイアン、うん、なんかハワイで、うん、なんかすごい定番のなんか人気の、そう、なんていうか、ドーナツらしくて、すごい、しかも冷えてるやつじゃん、冷やすやつじゃん。なんか、ね、種類がね、ドーナツ、もう見た目同じなんだけど中身が違うの。違うの、なんかね、何味って言うんだろう。一番人気なのが、濃厚生
なんとかクリームみたいなやつ。なんだろう。うん。ちょっと冷やしとくか。うん。それ美味しいじゃん。うん。パンケーキのイメージがある。そうだね。うん。じゃあ2位いきますか。いきます。うん。せーの。カレー。じゃーん。じゃーん。ポンデ黒糖です。ダブルチョコレートかなそれ。チョコレートかな。チョコレート。イエイ。イエイ。いただきまーす。いただきまーす。大好きなんだよなー。うん、なんか甘すぎなくて美味しい。うん、すいません、実家のさ、うん、近くに味噌があってさ、よくお母さんと行ってたの。うん、必ずこれを頼んでた。昔作れるんだ、黒糖って。あったあったあった、うん、あった、うん、なんかさ、小さい頃さ、うん、あのお母さんさ、働いてたからさ、うん、味噌で、いや、じゃなくて、うん、普通に仕事してて、うん、家に誰もいないから、うん、なんか学童保育みたいなのがあって、うんうん、学校終わってはそこ行ってたんだけど、うん、なんかそれで夏休みとか、うん、なんかそのそこで過ごしたりとかできるんだけど、うん、水道を先生が買ってきてくれてて、その時に、うん、なんか一人一個よって言ってたけど、うん、なんか誰かが2個食べちゃった、食べちゃって、うん、あの足りなくなっちゃったのかな、誰みたいな、うん、なんかそういう事件が起きたことをなんか思い出した、そう思い出した、かわいいね、うん、食べちゃうよね、2個目を食べる食べる、うん、でもバレないよ、2個目食べれる食べれた子すごい、ね、すごい、じゃあ第1位いっちゃうか、よし、いきますか、うん、須田くんいくよ、第1位、須田くん、第1位はせーの、カレー、おー、はい、2人ともフレンチクルーラー、フレンチクルーラー、私はエンジェルショコラ、エンジェルショコラ、2人ともフレンチクルーラーでーす、フレンチクルーラー、いただきまーす、いただきまーす、これが一番好き、まあ、やっぱり分かる、美味しいもん、なんか他のドーナツがさ、うん、なんかこういう食感なくない、なんか、うん、私、うん、味がしないやつとかがすごい好きで、うん、素朴だね、そう、確かにオールドファッションもそうだもんね、そうなんだよね、なんかその素の味っていうか、うん、なんか後ろどれか一つ取っていいよって言われたらなんかめっちゃ迷う迷うね、うん、ということでマドカナが選んだドーナツは以上でした、以上でした、美味しかった、うん、美味しくいただきまーす、ごちそうさまでした、かなじゃん、よし、目隠ししてください、待って、はい、かなちゃんが見ましたよ、待って、はい、大丈夫かな、うん、できてる、 OK、 かなちゃんちょっと立って、少し段差があるから、はい、登ってきて、はい、はい、かなちゃん今こんな状態です目隠しいいよ、普通に手を下ろして、はい、ちょっと今かなちゃん目開けると目の前に、え、このアングルでいいのかな、目隠しを取ってください、取って振り向いてください、後ろ、待って怖いんだけど、3、2、1、どうぞ、すごい、おめでとう、かなちゃん誕生日おめでとう、すごい、喜んでます、すごい、よかった、めっちゃなんかすごい、初めてこういうの、かなちゃん誕生日おめでとう、ありがとうございます、一応ねその年齢をね公表してないから、これをね、モザイクかかるかもしれない、え、なんかすごいね、めっちゃ可愛い、無事に喜んでくれました、ありがとう、おめでとう、かなちゃん、ありがとう、すごい、以上、サプライズドッキリでした、なんか、私こういうのもうできない方だから、ありがとう、ありがとうございます、今年の1年の目標は、今年の1年の目標は元気で明るく、もう最高の、一番最高の年にできるように頑張ります、はい、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、すごい、めっちゃ可愛い、ハッピーバースデーディアカナちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ロスないけど、すごい、可愛くない、めっちゃ可愛い、感じで、以上かなちゃんのバースデードッキリでした。あと誕生日プレゼント、はーい、おめでとう、おめでとう、二人で美味しくいただきます。プレゼントゲット、
今年もかなちゃんをよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いつも温かく見てくださってありがとうございます。ではさようなら。バイバイ。この度私たちが所属するドラマリオン楽教室で2年ぶりにコンサートを開催することが決定しました。今回は初めてホールでの開催予定で、私たちのどかなと一緒にコンサート出てみませんか。本日は約15人のプロの方たちと一緒に生バンドで演奏することができます。楽器は何でも OK で、初心者の方も大歓迎です。また友達と一緒にセッションなんかも楽しいと思います。日程は今年の11月か12月を予定しております。ご不明な点は概要欄の方にフォーラムがありますので、ぜひそちらをチェックしてください。皆さんの参加をぜひお待ちしてます。